まずボール。ボールの頭の中は。おっと、近め。この近めを生かすのかどうか。今のは全然あのくらいこう勝負どころだから行くんですけど、はい、空振り。外側、点差は1点差、ツーアウト満塁で、しかもボールカウントはフルカウント。さあこの1球です。7回の表のドラゴンズ、ピッチャーライオンズの藤原、バッターは森野。センター前、三塁ランナー同点、二塁ランナー逆転のホームイン。7回ひっくり返しました。森の猛打賞、3安打目は2点タイムリーヒット。森の今日4打点です。交代になります。埼玉西武ライオンズ、最後の中心でしょうか。そうですね、結果的に投げたボールは決して悪いボールではなかったですが、この、ボール気味ですよね、はい、ね、選手の、技術が勝ったという感じになりましたね、最後はもう右手一本みたいな感じになりました。